つぼいのつぼです。お、またかまたかと大思いでしょうが、また流れておりますこの曲でございますが、いろんなことが起こってるもんですからね。何でしょう。もうドラマは終わりましたよっていう人もいますけども、はい、いや、それについてまたこんなこともあんなことも。例えばエレクトレコードさんですがね、うん、先日最終回で驚異の視聴率を記録した TBS ドラマのね、半沢直樹ですけども、はい、台湾ではですね、うんうん、来月からの放送が始まっていて、来月から始まることが決まっていて、そういうことかな、うん、台湾で来月からの放送が決まっていてか、うん、ごめんなさい、来月からの放送が決まっていて、放送前から話題沸騰中ということで、うんうんうん、日本でこんなすごいのがあるぞ。でも台湾ではもう放送前から、来月から始まる、もう沸騰中で、主人公のセリフ倍返しということもですね、はい、台湾ではなんて言うの、これはね、あの加えるか倍奉還という、加えて倍の、捧げて返すということですが、はい、チャーペイペイファンなんかまあ迫力でなさそうですけどどうなんやろう。お前には必ずチャーペイペイペンファンほら迫力がちょっとわざと言ってるからこうなってる。ちょっともっとドスの効いた中国で言ったら、はい、言えるかな、チャーペイペンファンこういうことや、はい、ね、じゃあ黒崎なんかどうする、お久しぶりね、じゃあ、あ、お久しぶりね、ハウジュープチェンラこれはいけそう、イライラこれはいけそう、まあいいですけどもね、はい、はい、まあとにかくこの言葉も流行語になってるんですよ、はい、もうなってんの、中国語で早い ね、うん、放映する放送局、から、まあ、とにかくこの放送局はね、なんとか日本台というんですかね、うん、日本で売り切れ続出しているドラマのオリジナルグッズも入手して、うん、プレゼントキャンペーンを実施するほどの熱の入れようだったんですが、あ、ガーなの、はい、何、もうやる前からこうや来月に控えて、あとこんな、ええ、だったんですが、これに冷や水を浴びせかける出来事があったそうです。何、なんと日本で今月22日夜に放送された半沢直樹の最終回について、うんうん、複数の台湾の大手テレビ局がニュース番組でこれを取り上げて、最終回のキーポイントとなる場面を一斉に放送し、最終回行こうですよってニュースでこのようになりますよ、香川さんの土下座シーンとかあの辺かな、全部これもやってますよ、こんな風に終わりますよというもんやから、台湾の人がなんでそれはどこ流すんやこらいうこっちゃ、え、最終回が流れました、もう放送されました、日本で言うのがニュースになっちゃった、はい、ニュースになっちゃったんですよ、すごいね、放送を楽しみにしていたファンが激怒して、うん、各局にクレームが殺到するということでね、まあ、ネット上ではこれ視聴率争いに打ち勝つために汚い手段を使った、すなわちこれから読もうとする探偵小説の犯人はこいつですというようなもんですよ、もうそれは読む興味が薄れるわけじゃないですか、はい、これからすごいドラマ、日本でもすごいドラマ放映しますよと言ってる曲があったら、それなんとか潰さないかんな、うんうん、最終回は皆さんこんな風です最後のあの事例のシーンとかもじゃあ流れちゃったのかな、流れたんでしょう、おそらく、ねね、でもまあ分かってても楽しめるドラマですからね、うん、と私は台湾の方々に言いたい、はい、うん、あ、分かってても分かってても、まあこれで、まあ、日本でも原作がありましたからね、そう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 、そういう意味ではあのなんか原作見たら大体こういう風や、うん、ということも、まああるわけですから、うん、まあ、しかしですよ、まあでもね、原作との距離は台湾の人の方があれ多分台湾版ってないと思いますから、はい、あの原作って、うん、そうするとわざわざそんな流すかいう、はい、うん、ゾウだゾウさんからもやっぱりそういうようなお便りをいただいております、はい、台湾ではこんな騒ぎになってます、はい。